ございます。今日密着お願いします。ただの工具だ。確かに密着入るから。おーやべえ、今日ガミの密着らしいよ。ガミ密着、ガミ密着24時。工具さんに今日筋トレしましょうって言ったの。すごいもん、今日見て密着だから見て、なんかえ、ここ見てまくっちゃってる、ほら。いや、いつも俺はい、3回体入れられてないんだ。あ、入れられたな。やっぱ速いですか、選手は。いや、速い、やっぱ縦。縦。まあ、伸びもあるし。ああ。え、向こうからやりたいっていうふうに。いや、俺からっす。ああ。なんか、若手だけ、体重やってたんで。はいはいはい。ベテランの体重の練習が少なかったから。はいはいはい。やろうって言って。なるほど、うん、そしたら藤井が乗ってきたと。乗ってきた。やりましょうやりましょう。感じだから。三笘選手とかも対戦して、うんうん、それでもやっぱ早い、早いは早いです。いや早い、早いし、やっぱタイミングとか、ボールのやっぱ、はいはい、持ち方っていうか、はい、なんか独特な感じはあったし、あ、まあだからちょっと
マンツーマンでやらせてくれみたいになって、途中から。あ、そういう感じだったんだ。試合はマンツーマンでやらせてもらいましたけど。へえ、なるほど。結構気持ち入ってて、楽しかったです。いや、なんかすごい。え、こんなに来たんだっけ。やばい。終わり。これ毎週構成だとやってます。毎週週1週1回コースだと。コースだとサボるんですよ。言わないと。追い込まないと。わかり合ってですね。今日は他にはやるんですか。僕はちょっと上半身やって、上半身やってバイクトイレ終わりっす。結構やるんですよ。週1回。島崎軍団は相変わらず仲いいですか。仲いいっすね。もうあれ見たいっすよ、練習前なのに。すごいっしょ、こんなすごい。一番だって年下で。一番いじられる。いじられる、しょうがない。でも上もいじっていいから。あ、そこは問題ない。上にいじっていいから、楽しいっす。昴生さんとかも追い込んで。昴生さんとかも、昴生さん一番いじれる。一番いじれる。天然だから。一番いじれる。そうだね。でもプライベートでハマってることとかある、最近。でも、あとゴルフっすね、やっぱ。ゴルフ、はい、あ、ゴルフ、あれ、ゴロもゴロもやるし、若いやつもやるし、みんなで一緒に今行って、みんなは行き過ぎっす。もうやる時間ないっす。ああ、まあ、確かにね。まあ、子供もいるし。そうっすね、仲良くね、撮ってほしいっす。イクメンの料理してるとこ撮ってほしいっすか。料理もするの。料理もちょいちょいみたいな。簡単もできるっす。ああ、簡単なもの。まあ、奥さんが手放せないときとかは、うん、これどうすればいいかな。意外とだから本当いいパパというか、まあ、カメラにはそう言ってくれます。OK です。でちょっとみんなに聞いてることがあって、はい、あのチーム内で、まあ、後半戦こいつ来るなとか期待する選手っています。まあ、若いやつがこうギラギラこれからやってやるっていうのがまた、うん、出てくる。面白くなるんじゃないかな。うん、若手にじゃあ注目ということで。若手のギラギラとしてほしいです。ありがとうございました。はい、